ははいこんにち116ですウィンターミーティングもいよいよスタートする今週朝携帯をチェックして大きな動きもなくまあ今日は現地も日曜日だしそんなに動くこともないかとまあある種の油断ですね油断しましてで昼頃から結構やることも多く全然携帯見る機会がなかったんですが夕方にチェックしたらどうもなんかマリナーズ周りで動きがあったとそしたらねサンキューケルニックマルコホワイトといや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 何事となりましてすぐに MLB トレードルーマーズを見たらブレイブスがケルニック獲得といやちょっと とね、気が動転しましたよね。はい。さすがに、あまりにちょっと予想外の方向から話が出てきましたんで、まあ、まだ仕事中だったんですけれども、携帯から全然目が離せなくなるくらいには動揺しました。ということで、私がずっと信じてやまなかったジェルト・ケルニック、長年先発陣を支えてきたマルコ・ゴンザレス、元ドラフト1巡目指名、2020年はルーキーながらゴールドグラブ賞を受賞したものの、近年、怪我で6にプレイできていなかったエヴァン・ホワイトの3人、これに金額は不明ですが、いくらかの金銭をマリナザ・ブレイブスに送りまして、 代わりとして元トッププロスペクトのジャクソン・カワーさらに2022年ドラフト2巡目指名のピッチャーコール・フィリップスをブレーブスから獲得しました劇的なロースターの転換を進め先日エフェニオスワレスを意味わからんパッケージでダイヤモンドバックスに放出したばかりのマリナーズですがまあそのトレードと比べたら今回のトレードはまだ理解できるというか単体ではそこまでおかしくはないトレードだと思いますがそれにしたってケルニックまで放出する展開はびっくりですよ ブレイブスはロザリオが抜け、贅沢税をにらみながらのガイア補強を目論んでいたところで、マルコとホワイトのサラリーダンプを引き受けながらとはいえ、あと4年間、かなり安価に保有できるケルニックを獲得でき、ガイア補強に成功。マルコもちょっと割高ではあるんですが、イニングイーターとしては十分貢献が見込めるはずですので、先発陣への対処にもつながったと言えるでしょう。一方で、マリナーズは本当に予算制約が大きいとしか思えず、ケルニックを放出してでもマルコとホワイト、チーム内ではやや,や不良債権気味だった契約を手放し、ペイロールを開ける動きに出てきました。 マルコとホワイトの契約は確かにパフォーマンスに見合わないものの別に絶対額が高いわけではなく総年俸が平均以下のマリナーズみたいなコンテンダーだったら少なくともここまで無理して放出することは普通ではないとは思うんですがまあ決して余裕があるとは言い難い財政事情なのでしょうトレード単体としては理解できるもののこのトレードを敢行せざるを得なかった時点で組織としては敗北ではあると思います 今回はマリナーズに絞ってお話ししますので最初に楽しい話を持ってきますがカワーはもう完全に宝くじ案件だと思っていますのでまあ活躍したら美味しいかなという感じですがフィリップスの方は純粋に楽しみですね昨年のドラフト2巡目指名でトミジョン手術を受けることにならなければさらに上位指名もあり得たとされる選手手術を受けた関係でまだプロでの実戦登板はありませんが速球の評価が特に高いあたりブライス・ミラーやブライアン・ウーを彷彿とさせるなとマリナーズはピッチャーのいい部分を見出すことに関しては近年成功を収めていますしま ますのでフィリップスに関しても彼らと同じ成長曲線に乗って早い段階で先発として上でも活躍してくれたら嬉しいかなともちろんまずは来季プロで1年間投げ切るところからがスタートなわけですが素材としてはなかなか楽しみな選手だとは考えています。というところまでがまあ純粋に楽しい話でしていくらフィリップスが楽しみだからといってケルニック・ホーストはやっぱり悲しいですガチで。 2018年オフにメッツからトレードで加入し、瞬く間にマリナーズのそして球界全体でも有数のトッププロスペクトに成長し、2021年に MLB デビュー。 そこからメジャーへの適応に苦しみましたが今季はバットを変えたりですとか打撃改造に取り組んだりですとかメンタルトレーニングをしたりといろんなことを変えてシーズンに臨んで序盤から大活躍、まあ、最終的には失速してしまいましたが OPS7 割4分6人ベースボールレファレンスタンスのウィンザーブリプレイスメントは2.0ようやくメジャーのレギュラークラスに成長しマリナーズファンの多くがこれからのケルニックの活躍に期待を膨らませた矢先でのトレードしかもサラリーダンプするための放出となると、まあ、ファンの怒りが爆発するのもやむを得ないでしょう やっぱり私もマリナーズでこれからも活躍するケネニックが見たかったですしずっと彼の活躍を信じてきただけに今回こういった形でトレードとなってしまったのはそら残念ですよ。 ただフロントとしてもケルニックを適切な対価であれば放出してもやむなしと考える理由もあっただろうなとも思っていまして6月以降ケルニックは長打がパッタリと止まって打撃面の貢献はほとんどできていませんでしたし三振率も32%ということで交付三振をとにかく減らしたいチームのスタンスともマッチしないとおまけに7月には三振したフラストレーションからクーラーボックスを蹴っ飛ばし骨折するいわゆるケルニック事件も起こし相変わらずのメンタル面の未熟さを露呈していましたもともとケルニックはデビュー前に契約延長を断ったせいでチームが意図的に自分の メジャー昇格をを遅らせているとととと堂々と文句を言ったこともあったたこもありとフロントとの関係性が怪しかった中でのこのプロ意識に疑問符を持たれかねない事件でかつフロントはケルニックと同じ左打ちの外野手であるキャンゾーンやマーローを気に入っている節もあり今回の放出に踏み切った側面はあるのかもしれませんまたマリナーズが現在抱える不良再建気味の契約を手放すた点ではコンフ今後の補強を行うにあたってはプラスと考えたのでしょうイニングイーターとしての貢献は見込めるけれども先発として大きなプラスは稼げないであろうマルコ・ゴンザレスは来季年俸が1225 ドル丸2年以上メジャーでのプレーから遠ざかっているホワイトは来年が700万ドル再来年が800万ドルそして2026年のオプションを破棄するためのバイアウトが200万ドルマリナーズがいくらの金銭をブレイブスに送ったのかわかりませんがこの2人だけで来季2000万ドル近い金額を受け取る予定でしたのでその分のペイロールを開放し現在選手の総年俸はたい1億1000万ドル前後今年の開幕時点の総年俸が1億5000万ドル前後で少なくともそこと同規模のペイロールを維持する前提であれば4000万ドルくらい使える計算にはなると ということは割と大きめの補強にも出られる可能性は出てきました。先日の動画でブレイクスネルがマリナズで投げたがっているかもしれないとお話しましたが、マルコが抜けて先発の枠にも空きが出て、しかも資金面にも余裕が出てきましたので、スネル獲得があながちありえない話でもなくなってきた印象です。 個人的には前の動画でも触れた通り先発3人目の1億ドル規模の契約には反対ではあるんですがマリナーズが今考えているシナリオはスネイロを獲得しミーラーかウーのどちらかをトレードで放出し複数年保有できる野手を獲得するでさらに FA 市場から比較的安めの野手をもう1人くらい獲得したりと、まあ、こんな感じなんですかね。 今日ちょうどジョン・モロシ記者がマリナーズがレイズのイーサック・パレデスやランディ・アロザレーナに興味があるかもしれないという話を伝えていましたが、そういった選手をトレードで狙うのか、ここまでのマリナーズの動きや予想外に次ぐ予想外ですので、正直何をしてくるのか全く見当もつきませんが、しかし少なくとも言えるのはテオ、スワレス、ケルニック、フォードと、今季レギュラークラスの半分近くがいなくなり、劇的にロースターを変えようとしているのは間違いないでしょうか。 トレード後にディポトさんもペイロールの柔軟性を生かして大きく動くと言ってましたのでその言葉を信じるしかないですねまあこれだけ大きくロースターを動かしてきている以上ディポトさんとしても勝負を仕掛けているという感じで、まあ、これがこけてしまって向こう12年またプレーオフ出られないみたいな感じになりますとディポトさんの首も怪しくなってくると思いますので彼としても危機感を覚えての今回の勝負なのかもしれませんまあそんなところがトレードの全体像なのだと思いますがしかしね3人いろんな思い出がありますよ ホワイトトは2017年ドラフト一巡目指名マイナー時代からファーストシビアすでにゴールドグラブレベルと言われていましたが2020年にメジャーに上がってきて実際にその通りでした守備に関しては本当に頼りになりましたしバッティングも飛ばす力はありましたのであとは確実性さえもう少し身につけば素晴らしいファーストになってくれると思いましたが本当に怪我に次ぐ怪我に次ぐ怪我怪我でここまでキャリアが狂わされたのはあまりにかわいそうです もう2年以上メジャーの舞台から遠ざかり、正直かなり厳しい状況ですが、まずは健康に1年間野球ができるコンディションに戻ってほしいですね。続いてマルコ、再建期を超えて先発陣を支えてくれました。 本人に全く非はないんですが、マリナーズに来た時の印象は最悪で、もともとカージナルスのトッププロスペクトだったものの、怪我してしまって評価を落としていたところ、なぜかマリナーズが当時のトッププロスペクトだったタイラー・オニールと1対1のトレードを仕掛けて獲得。いや、オニールでマルコ・ゴンザレス1人はありえないだろうと当時正直思いましたが、マリナーズに来てすぐにローテーションに定着し、ボールは決して速くはありませんでしたが、抜群のコマンドとチェンジアップ、カッターでいつもゲームメイクしてくれました。東京ドーム開幕戦でピッチングを見られたのもいい思い出です。最近はコマンドが以前 ほどの水準でなくなり、かつボール自体もどんどんレベルが上がる球界で通用しにくくなりつつあったがゆえに、ここ2年間は結果が出ていませんでしたが、イニングイーターとしてはまだまだチームに貢献できるはず、チャリティーにも非常に積極的な選手として知られ、 ロベルト・クレメンテ賞にもノミネートされたりと、シアトルのコミュニティにも欠かせなかったマルコのこれからが明るいことを願います。そして最後はケルニック。2018年オフにマリナーズが何度目かわからない再建に突入した時は、正直もうずっと暗黒時代なんじゃないかと、そう何度も思いましたが、ケルニックはその中でフリオと共に未来への希望、これからのチームが強くなると信じることができた大きな要因だったと私は感じています。 本人曰くプロ入りするまで野球人生で失敗らしい失敗を経験せずさらに本人の性格的に真面目すぎる嫌いもあってメジャー上がってから苦しんだ部分はありましたがそれでも今年確かな前進を見せてくれたのは嬉しかったですしシアトルでさらに前に進む姿が見たかったです。 アトランタで才能を遺憾なく発揮してオールスターになったケルニックの姿をいつか見せてほしいです。まあ本当に今回のトレードはマリナーズファンの間でも意見がかなり分かれるところだと思いますし、まあなんならまあ怒りの意見というところの方が圧倒的に多いと思うんですけれども、ただファン全体が願っているのはマリナーズが強くなることだと思いますので、本当にここまでのオフは結構メンタル的にも来るような動きが多いマリナーズなんですが、しっかり来年開幕を迎える際に、 強いチームができたと思えるくらいのですね、夫、まあ、人を用意してほしいなと願っています。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。